ちょっと伺いましょう。子供の時、ゲームボーイでポケモンとかよく遊びましたか？ Nintendo 64か PlayStation の D パッドを使いましたか？確かに覚えていますね。一人の男がそのゲームのものを作りました。横江軍平。横江軍平は Nintendo に勤めているゲームデザイナーでした。いろいろな Nintendo のゲームとシステムを作ったので有名です。横江はよくゲームの父に呼ばれています。楽しいゲームの方が最新のテクノロジーより大切だと思いました。それで Nintendo に大きく影響しました。横江軍平は1941年に生まれて京都で育ちました。名門の同志社大学で電子工学を卒業しました。1965年に Nintendo という会社が横江を雇いました。その時、Nintendo は花札を作って横江は工場で手伝いました。ある日、仕事が疲れているから、横江は楽しみのためにおもちゃを作りました。Nintendo の社長はそのおもちゃにすぐ気がついて、新しいウルトラハンという商品になりました。それから横江は他の Nintendo のおもちゃの係人になりました。1970年代まで横江はおもちゃのアイディアを考えつきました。しかし、その頃、Nintendo はビデオゲームの代わりに作ることにしました。だから、横江は初めてゲームデザイナーの一人になりました。新幹線で乗りながらサラリーマンがカルキュレーターで遊ぶのを見ました。そのコンセプトからゲームウォッチに出ました。1981年に横江にドンキーコングのスーパーバイザーとして任命させました。宮本茂と一緒に Nintendo のドンキーコングとマリオブラザーズが有名になりました。実は、横江はマリオの飛び方のようなアイディアを考えて手伝いました。後で、メトロイドや光神話、パルテイヌの鏡を手掛けました。そして、ゲームボーイとファミコムロボットを作りました。1990年代、バーチャルボーイも作ったのに、失敗になって横江は Nintendo と離れました。それから、ブッカと新しいことという会社を成しました。1997年10月4日に横江はエクスプレスウェイで乗ってすぐにトラックを追突をしました。ダメージを調べながら2台の車に離れられました。2時間後、横江軍平は死にました。でも、まだ彼の気が生きています。この頃近代的なシステムは横江の思想を使っています。だから、それを使うとき、横江の思い出覚えてくださいよ。